ロケ中に乳酸菌を増やしたい。いい感じ。あったかいね。あったかい。はい、こんにちは。こんにちは。ザッキーズファームの山ちゃんと。ザッキーです。今日はね、あのお料理の会ですか。ブルガリアヨーグルトと煮出すヨーグルト、牛乳と砂糖、こんな感じでね、今日お料理するみたいですけど、今日はまた米ぬかがあるからお菓子ですね。3つある畑のうちね、一番下の畑が耕作放棄地みたくなっちゃってますね。1年間何も作らなかったので、一発でね、元のいい状態に戻すために牛糞、米ぬか、乳酸菌でね、発酵させたいと思います。で、いつもね、酒粕でやってるんですけど、酒粕はうまくいくよね。匂いもいいしね、発酵も温度もすごく上がりやすいので、簡単に酒粕で発酵させれるんですけど、今回は乳酸菌。これなんで乳酸菌かというと、エンドファイトっていう、聞いたことあります？エンドファイト違う、そのファイトじゃなくてね、植物自体がね、植物内部やその周りにね、細菌や糸状菌なんかをまとって、害虫や病気から身をまとうってことでね。エンドファイトとは、植物内部に共生する微生物の総称です。一つは糸状菌などカビの仲間で、植物の中で毒素を作り害虫から身を守るもの。もう一つは毒素を作らないバクテリアタイプ。このタイプは植物の免疫機能の向上などに役立っていると言われています。エンドは内側、ファイトは植物。この毒素を作る方は、人間など哺乳類も食中毒を起こす可能性もあるので、毒素を作らない微生物、乳酸菌を使いたいと思います。そのためにね、今回はその乳酸菌、なぜ乳酸菌かっていうと、僕らもね、そのエンドファイト自体を見たわけでもないですけれど、枯草菌って、納豆菌なんかバチルス菌は枯れた草なんかにいるんですけれど、生のね、野菜にある菌というと、僕ら思いつくのが乳酸菌なんですよね。なぜかっていうと、僕ら漬物をやると菌も入れないのに乳酸発酵するよね。キムチも酸っぱくなったり、白菜も酸っぱくなったり、そのぬか味噌自体に何か菌を入れるわけでもないのに、野菜自体が持っている菌で発酵が始まります。それが乳酸菌がね、その主じゃないかっていうことで、今回はその植物のエンドファイト、乳酸菌で丸ごとね、フレゴンバッグ発酵させてみたいと思います。じゃあやっていきましょう。お願いします。さあ、乳酸菌液を作ってみましょう。桶にブルガリアヨーグルトを入れて、それから牛乳 20% 引きのシール貼ってありますね。それからビヒダスヨーグルトね、これも全部入れて、もったいないので容器に牛乳を入れて中に入れます。そしてそれにね、砂糖とあと水でね、薄めて乳酸菌液を作ります。材料を混ぜながら数回に分けてね、乳酸菌液を加えていきます。さっき見かけによらず結構パワー系なんですよ。自然薯なんかもね、ガンガン起こりますしね、パワー系です。さあ、大体できました。どこから
らいは結構大事。乳酸菌は基本嫌気性発酵なので、袋を縛って攪拌せずに10日ほどそのまま置きました。さあね、これ10日くらい経ったかな、1週間から10日くらい経った感じです。ちょっとね、タキ開けてもらいます。ヨーグルトですね。大丈夫。お菓子ってネズミいたやつ。はい。時間より来たら中発酵したね。すごい。すごい。ね、さて、乳酸菌でもお菓子作れるね。いい感じ。あったかいね。あったかい。結構うまくいってるね。温度は結構上がってるね。ね、こんだけ寒いのにね、ほかほかだもんね、なんか片っ端からもう湧いてくる。これ元気にもなるからね、お菓子を入れて畑中に乳酸菌を増やしたいと思います。冬のね、雑草を突き込んどけばね、わりかし簡単に枯れます。運搬機や散布する機械がないので、肥料やこんなぼかしをまくのが結構大変な作業です。微生物資材はそのまま巻きっぱなしにしておくと、紫外線で微生物の数が減ってしまうので、なるべく早いうちに土に突き込みます。牛糞やもみ殻を使ったぼかしなので大量に入れてもね、大丈夫なんですけれど、乳酸菌の場合酸度が高くなるので、後で酸度をね、pH をね、測った方がいいかもしれませんね。 pH が下がった場合は苦土石灰や石灰で比較的簡単に調整することができます。さっきね、管理機も慣れたもんですね。ただね、何でも慣れた頃が危ないので、気をつけて作業してください。さあね、乳酸菌ぼかしをね、畑全体に撒いてね、今耕しました。耕さないとね、紫外線でやられてね、乳酸菌が死んじゃうので、畑の中に入れとけば乳酸菌がいい仕事してくれるかもしれないね。期待してね、この畑はね、バランス化をちょっとやりたいので、ミニトマトかなんかやりたいので、病気が怖いから ね、 そうだ ね、 ね、まあ、乳酸菌がね、どのくらい効果があるか、ちょっとここで試してみたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。高評価、嫌なコメントは入れないでくださいみたいなね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。